平野耀と神宮寺ー太が、飛べ、に合流で、ジャニーズに衝撃。ファンクラブ待ち時間720分超え、ジャニーズ事務所における平野耀と神宮寺ー太の、飛べ、への合流が明らかになり、このニュースは大きな衝撃を与えています。さらに、この合流に伴い、テレビ局による新たな、忖度ガイドライン、が導入されたとの報道もあります。 本記事では、この話題に焦点を当て、平野紫耀、神宮寺勇太及び、渡部の活動について探求し、ジャニーズ事務所の最新の展開について、読者に情報を提供します。平野紫耀と神宮寺勇太が、とべ、に合流で、ジャニーズに衝撃。テレビ局が新たに、忖度ガイドラインを導入。 イントロダクションジャニーズ事務所の元メンバーである平野耀と神宮寺雄太が飛べ、という新会社に合流することが明らかになりました。このニュースは大きな話題となり、ファンからの反響も非常に大きいです。一方、この合流に関連して、テレビ局が新たな、忖度ガイドラインを導入しているとの情報も出ています。 この記事では、平野紫耀、神宮寺勇太た、及び、トベの背景や活動について探求し、ジャニーズ事務所の最新の展開について詳しくご紹介します。平野紫耀と神宮寺勇太のトベ合流。平野紫耀と神宮寺勇太が、トベという新会社に合流することが発表されました。このニュースは、七夕の日に発表されたため、七夕フィーバー。 とも呼ばれるほど大きな話題となりました。合流の発表は、トベの生配信にて行われ、100番人以上が視聴しました。さらに、配信後には平野塩と神宮寺ゆの公式インスタグラムのフォロワー数も急増し、その人気ぶりが伺えます。トベとは、トベ。 とは、滝沢秀明氏が設立した新会社であり、ジャニーズ事務所とは異なる独自の活動を展開する予定です。滝沢秀明氏は、ジャニーズ事務所の元メンバーであり、アーティストとしても活躍してきました。と部では、平野耀と神宮寺ゆ太たを中心に、新たなエンターテイメントプロジェクトが展開される予定です。ファンクラブの解説や生配信など、 早くも様々な活動が行われています。ジャニーズガイドラインの導入平野潮と神宮寺雄太の合流に伴いテレビ局が新たなジャニーズガイドラインを導入したとの報道があります。このガイドラインはジャニーズ事務所と関係の深いメディアにおいて報道や番組制作に制約を与えるものとされています。 対立構造やジャニーズ事務所の劣勢イメージを避けるための配慮や、性加害報道に関連する話題を控えるなどの内容が含まれていると言われています。このガイドラインの導入により、メディア関係者やゲストコメンテーターたちは、新たな表現方法を模索しなければならなくなりました。 ファンの熱狂とトベへの期待、平野市洋と神宮寺ゆうの合流発表により、ファンの間では大きな熱狂が巻き起こっています。ファンクラブの入会待ち時間が長時間に及ぶほどのアクセス集中や、SNS のフォロワー数の急増などからも、彼らへの期待と支持が伺えます。さらに、トベが展開する新たなエンターテイメントプロジェクトに対する期待も高まっており、 今後の彼らの活動に注目が集まっています。三宅健の予告と新たな衝撃平野耀と神宮寺雄太の合流に続き三宅健も新たなメンバーとしての合流を予告しました。三宅健はジャニーズ事務所の先輩であり、その存在感や実力は抜群です。彼の合流により、さらなる衝撃がジャニーズ事務所に訪れることが予想されます。 ファンや関係者の間では新たな仲間たちとの生配信に対する期待が高まっています。まとめ平野耀と神宮寺勇太が飛べ、に合流し、ジャニーズ事務所に大きな衝撃を与えました。彼らの合流に伴い、テレビ局も新たな忖度ガイドラインを導入し、報道や番組制作における表現方法が変化しています。ファンの熱狂は高まり続け、 トベが展開する新たなエンターテインメントプロジェクトに対する期待も高まっています。さらに、三宅県の予告により、ジャニーズ事務所は新たな衝撃を受けることになりそうです。今後の彼らの活動に注目し、ジャニーズ事務所の展開を見守っていきましょう。